俺のことも柊でいいよ。ちょっと付き合ってくれる？サイと東条さんも。うん。うちん中に弓道場があるんだね。私も入るの初めてです。サイに来てほしくなかったのはきっと見てもつまらないと思ったからなんだ。そんなことありません。本当にとっても面白かった。俺はサエたちに見られたらいつものように弾けないような気がしていたんだよ。同じクラブのお友達や一般の方たちも見ていたのに。桐崎の部員や良平君みたいな他の高校の部員とサエや家族とは違う、別のカテゴリーなんだ。そうなんですね。シュウ君の言うこと分かるような気がする。ちょっと恥ずかしいっていうか、みんなの足手まといになってるとこ見られんのは正直きつい。足手まとい？これは逆にシュウ君には分かんない話かもしんないけど。良平君も弾いてみないか？え、ここで今？うん。でも俺湯がけしか持ってないし。うちにあるのを使えばいい。これとかどうかな？竹弓だ。高いんでしょこれ。俺はカーボンの方が好きだけど。そうなんだ。一回弾かせてもらっていい？もちろん。丹田を意識、数回に分けて。いくら惜しくても外れは外れなんだ。でも俺はいい車だと思った。良平君らしい紳士で前向きな矢だ。全く恥ずかしいと思わない。ありがとう。ああ、もう柊君だから言っちゃうけど俺全然自信ないんだ。うちは男子が5人しかいないから大会に出れるけど、もし桐崎みたいに何十人も部員がいたら補欠にもなれないんだろうなって考えてもしょうがないのに考えて落ち込んじゃうんだ。良平君、俺は君のことが少し羨ましいって言ったら嫌味に取られてしまうかな。うん、俺がコーラを美味しいと思えるようになったのは中学になってからだ。え？うまいよコーラ、俺大好き。喉カラッカラの時とかに飲むと最高なんだ。そうなんだ。じゃあ俺も飲もうかな。でも良平君はもっと前から好きだったんだよね。その分長いこと楽しんでる。俺ももっと早く好きになりたかった。コーラと弓道は全然違うよ。本当にそうだろうか？
弓っていうのは一生かけて付き合っていくものだろう。技術はもちろん大事だけど、上手くなろうって気持ちの方が大事だと思う。たかが数年先んじてるくらいで、結果的にはどうということもないよ。シュウ君は人を励ますのがうまいよね。そんな風に言われると元気が出てくる。シュウはさ、俺とマンの理想だけど、すごすぎてうますぎて遠いんだよ。元気？そう。うん、そう。兄様、良平さん、よろしければ短冊書きませんか？あ、うん。